こんにちはゴルファーズメディアラボプロフィッターの福本ですいつもご視聴ありがとうございますいきなりですが皆さんアマチュアのためにゴルフクラブを作っているメーカーさんどこかご存知でしょうかそうですどのメーカーもアマチュアゴルファーのために作っているっていうのは言っているんですよただ本気で アアマチュアゴルファーのためにゴルフクラブを作るんだってやってるところは実はかなり、いや本当に一握りで、皆さんが知ってる中ですと「14さん」14さんは実は数年前までプロ反則も行っていたんですがやっぱりもともとのです、ね、アマチュアゴルファーのためにクラブを作ろうっていうところを、まあ、改めて感じたというところで23年前ですかね にもうプロ反則もやめてアマチュアゴルファーのためにゴルフクラブを作っていこうと決断したところなんです。そこでフォーティーンさんはプロとの契約、まあツアープロですよねのまあ提供とかそういうのを一切やめてアマチュアゴルファーのためだけにゴルフクラブを作るというのをこれからやっていこうと始めているところなんです。なぜだかわかりますか？ やはりアマチュアゴルファーのために作るクラブとプロ向けに作るクラブって当然感覚も変わってくるのでプロにも作ってアマチュアにも作るっていうとどっっちちつかずになっちゃうんですよねそこの線引きをしっかりするためにもうツアープロとの契約を全部切ってですねもう本当にアマチュアゴルファーのためだけにクラブっていうのを考えて作っていこうと考えたんですこれってすごいことだと思うんですよ。 この間 TB5 の動画出させていただきましたがその時は話さなかったんですけどやはりその TB5 が今売れてもうヒットして皆さんに使われているっていうのはまさにこここが本当に理由だと思いますこれから14さんアマチュア向けにすごいいいクラブ面白いクラブっていうのがどんどん出てくると思うのでここはぜひチェックしていただきたいところですね。 そこでアマチュアゴルファーのために作っているメーカーさんクラブを作っているメーカーさんってもう一つあるんですけどもどこかご存知でしょうかそうです今回取り上げさせていただこうと思っていますこちらロマロ,さんです、ね、ロマロさんっていうのは、まあ、プロの契約とかも、えー、今一切なく。 もうアマチュアのためだけにクラブを作っているんですでそこで今回ですねこの V シリーズっていうのが、まあ、今年発売されているんですけれどもこの V シリーズについて僕が皆さんに解説していきたいと思います。でその中でも V2 ドライバーですねこの V2 ドライバーの良さっていうのを皆さんにお話ししていきたいんですけれども。あの 今ユーチューブの動画でスリーアップクラブってご存知でしょうか。あの動画すごい面白いですよね。あそこで実はあの V 二のドライバーだったりその V シリーズについてお話をしているんですけれども、ぜひそちらも面白いので見てみてください。でそこでとかいろんな動画まあカタログだったりそういった部分で V 二のドライバーもうすでに知ってるよって方、そういった方はもっと深くこの V 二ドライバーを今日知っていただきたいと思います。 そして、まあ V2 ドライバーっていうよりかは、あのロマロさん自体を実はよく知らないんだよねっていう方、正直まだ、えー、いると思います。そういった方には今日 V2 のドライバーもそうなんですけど、ロマロさんっていうメーカーがどんなメーカーでどんな思い出クラブを作っているかっていうのも一緒にですね知っていただいて、今日この動画を え見終わってあ良かったなと思っていただきたいと思います。で、まず V2 ドライバー行く前にそのロマロスさんをまあよく知らない方にですね、また改めてお話ししようと思うんですけれども、ロマロこのまあメーカーの名前の由来っていうのがあるんですけど、これもですね知らない方多いと思います。ロイヤルマジックロットって言うんですよ。知ってましたか皆さん。 要すするに魔法の杖なんですよねで、まあ、ゴルフクラブをその杖に例えて、まあ、どんな人が打ってもまっすぐいいショットが打てるようにとそういった意味が込められてるわけなんですよ。で、まあ、そうですねどこからお話ししようかなと思うんですけど今ノルマロの、えー、社長がですね、えーまあ、ゴルフを始めてハマったのが 40代を超えてからなんですよ20歳とか社会人になってからゴルフはやってたらしいんですけれどもまああんまりこう接待だったり、まあ、そういった付き合いだけでやってたんですけどそこからゴルフもっとこうしっかりやりたいなっていうのが40代を超えてからはまったのがまあそこら辺ってことですね。ですからそ,のそこからすごいゴルフにはまっていってアマチュアゴルファーのために。 もっといいクラブができないかっていうことでこのなかなかこういった方こういったブランドの立ち上げ方ってないと思うんですけどだからこそその社会人になってからやっぱり腕前も本当に100切るとかそれぐらいだったところに対して。 40代超えてからもう本当トップアワー,ーの仲間入りで腕前もも今相当なものなのんですよだからこそ,そのアマチュアもう本当にゴルフがあんまりうまくない方とかの,その思いとかもすごい分かっている方でアマチュアゴルファーに対して一体どういったゴルフクラブを作れば優しく打てるのか使ってもらえるのかとかをすごい分かっている方なんですよね。ですからその今いろんなメーカーさん ありますけれどもどうしてもアマチュアゴルファーにっていうのはこうたい文句としてあるんですがその寄り切れないやっぱりプロのこう契約とかもあってそのプロ用にどういったクラブにしていこうかっていうのも絶対考えていいいかなななきゃいけないはずなんですよそこをやっぱりアマチュアゴルファーのためだけにっていうちゃんと線引きしてやれてるっていうのがこのロマロさんなわけなんですよね。 皆さんかかりましたかですからもうアマチュアゴルファーにとってゴルフクラブをもっと優しくもう本当振って打つだけでまっすぐとか初速まあヘですよねそういったところもしっかり出るっていうのをまあ考えられて作ってるっていうのがこのロマロさんなんなですそこを分かった上でこの V2 ドライバーとかまあ商品説明聞いていただくとあっだから そのアマチュアのことを考えているかこういう設計になってるんだなとかは気づけるところあると思うのでぜひそこをちょっと頭に入れていただきながらお話を聞いていただきたいと思います。それでは V2 ドライバー今回はこのドライバーのヘッドに注目してお話していきたいと思います。で今回まあモデルとして四三号四五号二種類 出てるんですけども、まあ、体積が違うだけで性能はほぼ一緒です本当構えた時のまあ、見た目っていうのは当然435の方がシャープになってますし455の方がまあ多少まあ優しく見えるかなっていう感じですただここにも書いてありますよねディープヘッドなんですよまあ、ディープヘッド最近あんまり効かないんじゃないですか 皆さんも多分今使ってるのってシャローなヘッド多いいと思いますそこでこのディープなのに性能はシャローそしてディープヘッドで過去一番優しいヘッドということで特に昔からゴルフをやられている方今の大きい遠い面積が大きいシャローのヘッドをすごい苦手でもう構えただけでもうちょっとアドレスに違和感が出てしまう方って実は少なからずいると思うんです。 でもやっぱりただただディープなヘッドで構えあの見た目だけ良くても球が上がりづらかったり初速も出,出なかったり、まあ、難しいそういった方っていうのが割とフィィッティングしててもです、ね、多少いるんですよねもうそういった方に正直この V2 っていうのはドハマりするヘッドなんですよ。まあ、ディープヘヘッッドドで過去一番優しいヘッドって書いてあるんですけれどまさに正直そのターゲットとしては。 すごい大きい枠ではないんですけれどもただこういったその性能見た目を持ったこのヘッドって今絶対に出てないのでそこはまず注目すべきところなのかなと思います。で何が優しいのかっていうとすごい簡単なところで言うとこの V2 ドライバーこれは。 ヘッド重量も結構重くて、で、なおかつ。ここにウェイトが四つ付いてますよね。この四つ付いてるウェイトの、まあ、おかげで。慣性モーメントがディープヘッドの中でも。めちゃくちゃ高いんですよ。まあ、そこが。もう、ここの過去一番優しいヘッドって言われている一番大きい部分ですね。要するに、今までのディープヘッドっていうのは。どうしても。 体積まあヘッドも小さくなっちゃいますし、完成モーメントっていうのがどうしても取れないわけなんですよね。そこをクリアしています。ただ一つ勘違いして欲しくないのが、今いわゆる高関西モーメントヘッドって呼ばれてる。まあピンのヘッドだったり、今いろんなメーカーありますよね。そこまです。ごい高いわけではないです。 ただ今本当にどうですかね、ディープヘッドとして出てるヘッドの中とかあとはそのアスリート系の今いわゆるこうヘッドまあエピックスピードとかそのサブゼロのものとかいろいろありますけれどもその中では抜群に交換性のメントっていうのは高いです。 ですから勘違いしてほしくないんですけどでもディープヘッドの中ではもう本当に完成モメント高いのでそのブレ感っていうのはこの見た目体積では考えらられなないいぐらい優しくなってます、まあ、今ディープヘッドの中ではその優しくなっている完成モメント高いですよっていうのを説明したんですけれども例えるとその今ピンやっぱり完成モメントっていう部類の中では。 もう本当トップですよねそのピンっていうのは、まあ、車で例えるとマニュアル車から、まあ、オートマ車っていうのもだいぶ優しくなってるんですけどそのオートマ車から見てもその今自動運転ってあるじゃないですかもう自動運転してくれるぐらいその,優しくなってるのがピンのヘッドなんですよねでそのちょっとこう一昔前にそのディープヘッドからシャローヘッドっていうのが生まれてきたそれがやっぱりマニュアル車から あのオートマ車に変わったぐらいのこの変化っていうのがあったと思うんですよ。でこの V2 ドライバーはじゃあどれぐらい変化してるのかっていうとマニュアルなんでもともとはもうマニュアルヘッド、まあ、マニュアル車なんですけどそこにオートマまではいかないんですけど、まあ、半オートマぐらいの性能が加わったヘッドっていう感じなんですよね。 ですのでそのディープヘッドの良さも残しつつシャローのような優しさっていうのも加えてあげてるのがこの V2 のドライバーこういうヘッドって意外とこういろんなモデル見ても実は出てなかったところでかゆいところに手が届くようなモデルに今回なってるんじゃないかなと思います。 でなおかつその435455ヘッドがあるのでより昔好みの顔つけがいい方は435。でやっぱりこうある程度の安心感まあちょっと小さすぎるのはさすがになっている方は455ヘッドっていう,こう選べる2種類になっているのもこれもかなりいいポイントかなって思いますね。でまあ、今まででののお話で、まあ、こ V2 ドライバーが まあ本当一番優しいヘッドですよっていうふうにお話ししてるんですけど、まあ、最近出てるドライバーでディープヘッドってていいうのはほぼ出てないんですよねだからこの V2 のドライバーっていうのはそのディープヘッドで一番優しいって書いてあるんですけどそのまあ過去その出てる中で優しいっていう感じで比較するものが今ないんですよね。そもそもも、まあ どこら辺のものがディープだと言われるのかって、まあ、皆さんもですねなかなかわからない方もいると思うので、まあ、簡単にお伝えするとここのフェイスの上下の厚み、まあ、これが当然厚ければ厚いほどディープフェイスになってくるんですけどそのディープの呼ばれる、えーとまあですかね、長さっていうのが、まあ、これメーカーによっても定義変わってきたりはするんですけど、まあ、あるところでは5 8ミリ以上。 ただ大だ体いい50後半あればもうディープヘッドですよっていう感じですねだから50前半とか50切ってくるものとか、えー、そういったものはもうシャローフェイスになってくるっていう感じですでこの V2435455 ともに 57mm ということでまあほに50後半ありますからもうディープのまあフェースになってるのはお分かりいただけると思いますでちょっと他のモデルとも比べてみたんですけどこの SIM2MAX これも見た目からして、まあ、若干こうシャローっぽいかなって思うんですけれども、えーまあ、測ってみると53ですので、まあ、50前半ということで、まあ、これはやっぱりシャローのブルーに入ってきますよね。そして、まあ、今出てるナショナルメーカーから出てる中でディープフェイスって言ったら何なのかなってなった時にこのエピックスピード これはもしかしたらディープフェイスななんじゃないかと思って測ってて測みましたやっぱりこれハイバック形状でちょっとこう丸っぽいかなっていうところにはなるんですけどこれ測ってみるとこれもですね57あるんですよ。ということは最近のヘッドの中だと割とこうデ,ィープヘッディープフェイスになってますよね。であとこう候補として挙げるとしたらこの TSI3 なんですけれども。 これ上下の厚みを測ってみたら、まあ、55mm だったのでこれはですね若干ディープとは言えないかなとおそ、まあ、らくちょっと測れてないんですけど TSI4 とかはもうちょっと厚みがあるのかなっていう感じですよねまあそんな感じで今あるナショナルメーカーのヘッドを測ってみてもそれぐらいこうディープなフェースになってるものが少ないんですよ、まあ、でも言うなら今出てる中だと このエピックスピードないし TSI34 とかは最近の中だとディープっていうカテゴリーには一応入ってくるのかなと思うんですがここでですね皆さんちょっとこうディープなフェースって呼ばれるところだと確かにフェース自体はディープなんですけどこれ見ていただくと。 こっちから見ると、まあ、確かに他のヘッドよりかはそうでもないかなって思うんですけどちょっとこうやっぱりディープフェイスプラスディープなヘッドっていったらもうこれですよわかりますかこの違いが要するにディープフェイスにはなってるんですけどもこういった今のモデルって こっちの形状をちょっとシャロー寄りにすることによって球の上げやすさとかをちょっと補ってるわけなんですよねですからディープフェイスにして形状はちょっとシャローに近くしているハイブリッド型になっているものが今はほとんどですじゃあこのロマロさんの V2 ドライバーっていうのはどこで優しさとかまあ球の上げやすさとかを出しているのかっていうとまあテクノロジーの部分になってくるわけなんですよで。 ここで皆さんすごい勘違いしているのがやっぱり最近のやっぱりナショナルメーカーさんがやられているのっていうのはカーボンクラウンにして、まあ、じその余剰重量を後ろに持ってきましたとかそのアルミ使って重量を持ってきましたとか、まあ、ここら辺こういろいろ軽くするで後ろにその分の重量を持ってくるっていうのが まあセオリーになってきてるわけなんですけど違いますよね。もう考え方自体がそもそもそのロマロさんが先行っているなというか当たり前のことをこうはって思わせてくれてるんですけど、一番重量を後ろに持ってくるの手っ取りバエのって前軽くすることでしょっていうことなんですよ。でこの V2 もそうですけれどもこのドライバーはフェイスこのチタンが あの本当オリジナルで開発している RZR 四四六チタンっていうのを使ってるんですよ。かなりサイリケリオのチタンでこの前を軽くすれば後ろに重量を持ってきやすくなるでしょっていうことなんですよ。なおかつその考え方っていうのは実はそのキャロウェイさんもまあ AI フェイスっていうことでフェイス側っていうのをチタンで軽くしてるんですよね。同じ考え方なんですけど。 そこにやっぱりプラスアルファ持ってきてるっていうのがこの素材ですよねやっぱりジルコニウムっていうすごい硬い素材使っているので強度もそうですし初速っていうのがすごい出てくるんですよ。まあほんにレアな希少なもう素材なんですけれども実は他のチタンとかにも微にでもそれをもう本ん何十倍も入れてその素材を使って もうやってるっててるいううののはもうこのロマドさんしかないだからこそやっぱりですねこのいいものを使ってその強度も高くなるしでなおかつ初速も高くなるってなったら今考えられてるこのチタンのフェースのこう素材とかその効果っていうのはめちゃくちゃ高いわけなんですよね。でそこでプラス要素も持ってきつつですよ。 やっぱりこの V2 っていうのはその優しさっていう部分も球の上がりやすさとかも出したいのでその余剰重量を後ろに持ってこれてるわけなんですよね。だからこそその今までのディープヘッドに新しいテクノロジーを加えたらこうなるんだよっていうこう体験してくれてるのがこのロマノさんの V2 ドライバーなわけなんですよね。だからそのディープフェイスっていうのは今あるんですけど本当にディープヘッドっていうのはもうこの V2 とか。 そのロマノさんのドライバーになってくると、そういうことなんです。で、まあ、今ちょっと熱く語っちゃいましたけど、ちょっと今度二番に行こうと思います。もう打感の部分ですね。そもそもディープヘッド使う方って、見た目構えた時の見た目すごい重要じゃないですか。でも、打感。打感をプラスで気にされる方の方が圧倒的に、まあ、間違いなく多いですよね。見た目だけ良くても、打感がいまいちだったら、がっくりくるというか。 残念じゃないですか？それをまあこの可能にしているのが、この比いない打感シルバーバックフェイスっていうことなんですよ。で、そのさっき言ったように、今までのディープヘッドに新しいテクノロジーを組み込んだヘッドになっているとですから、やっぱり上もカーボンクラウンになっているわけなんですよね。このカーボンクラウンを使っているコンポジット系のヘッドっていうのは正直打感がいまいちだって言われることが。 多いです、まあ、ここダカンに関しては好みはあるんですけれどもやっぱり単純にこうチタン系のヘッドとかの方がいい音鳴るよねって思われる方が多いですよね。じゃあこれもカーボンクラウン使っててコンポジットだからダカンあんまり良くないんじゃないかなって皆さん思われると思うんですよ。全然違いますもうこれはカーボンクラウンの中ではもう一番ダカンいいと僕は思ってます。 で、それを可能にしているのが、このシルバーバックフェイス、つまり銀をフェイスに採用しているわけなんですよね。それを使うことによって、やっぱり打感っていうのがめちゃくちゃ良くなってくるんですよ。で、実際に銀が入っているとそんなに打感良くなるのって思いますよね。そこで、あの冒頭にも紹介したんですけど、3。アップクラブさんのこの v2 の動画あるんですよ。 そこで銀のありなし打ち比べてるものがあるのでそれ絶対見てくださいすごいですねもう分かりやすくてめちゃくちゃいい動画なのでそれを見ていただくとあ銀があるだけでこんなに打ダ打音ってよくなるんだっていうのはすごくよく分かると思います打ちたくなると思いますで打っていただいて体感していただいてなるほどこれがこの言ってた銀の打感なのかって 感じていいたただきたいですねで、まあ、今回ですね、あのーまあ、V2 ドライバー今、まあ、完成モメントっていうところの部分、まあ、どれだけこのディープなのに優しいのかっていう部分とかあとはその,打感の部分ですよねその見た目からくるものプラスアルファで打感もめちゃくちゃいいっていうのはあの皆さんお分かりいただけたと思うんですけれどもやっぱりこういうふうにその。 テクノロジーだったりより良い、まあ、いいものを作ろうとするとすごいですねまあ正直お金がかかるわけなんですよ。でそのロマノさんっていうのはかなり使ってます、はい、正直なところを言うとすごいもう開発に力を注いでるわけなんですよね。でそれがやっぱりその販売するにあたってですね 金額的な部分ってどうしても高くなっちゃうんですよもうそれはしょうがないですだっていいものを作っていい素材を使ってヘッドを作ろうとしてるんですからだからこそその人にとってはあの手出しづらい部分も正直あると思いますただ本当にゴルフに情熱を持っていてゴルフクラブってどうにか変わ,れ変わらないかなとか少しでもいいものを欲しいなって思っている方にとってはこのロマロさんっていうブランドは 本当にですね。その皆さんの手助けになってくれる魔法の杖に皆さんになってくれると思うんですよ。で、えー、っとですね。まあ、最近のジクラブメーカーさんだったり、いろんなメーカーさんあの出てますよね。その中でもまあ、どことは言わないですけれども、そのブランド力だけで、このクラブをこう宣伝して売っていこう。っていうところとはその違うっていうのだけは今日皆さんにお伝えしたいです。 やっぱりそのブランド力もあるんですけど中のテクノロジーそのアマチュアにとってだったりそのゴルフクラブにとってどういうふうに作っていけばより良いものになるのかどういう素材を使えばより良いゴルフクラブになっていくのかっていうのはめちゃくちゃ考えられているのでそういった部分を感じながらこのゴルフクラブ打っていただくとあここがこういうふうにその、まあ、動画で言ってた。 部分なんだなっていうのはよりこう感じ取っていただけるはずなので、ゴルフクラブのあのー、まあ、選び方とか。まあご参考していただければと思います。まあ、今日、この v2 のドライバーもそうですし、プラスアルファでそのさっき言ったスリアップクラブさんの動画を見ていただければ、この v2 に関してはもう皆さん知っていただけると思いますので、両方の動画を見ていただいて、この v2 知っていただければと思います。で、えー、今回のようにですね。このロマロのクラブ。 まあこの間限定のものはやりましたけれどもこういったシリーズ化されてるあのクラブに関してやるのはゴルファーズメディアラムのチャンネルでやるのはえ初めてなんですけれども他にも正直ロマロさんのクラブっていっぱい出てて他かの YouTube チャンネル例えばえ大倉さんだったりあとプレミアムゴルフさんのチャンネルとかでもこのロマロさんのクラブって。 すごいですね。こういろいろこう評価もされていて、動画でも紹介されているので、ぜひですね、まあこのうちだけじゃなくても、そういったロマロさんのクラブを紹介されている、まあ、チャンネルとかもぜひ見ていただいて、まあ本当いろんな動画を見てですね、情報をこう自分で仕入れて知識として、えー、蓄えていただければなと思います。それでは、えー、今回の動画いいと思った方はチャンネル登録そして高評価ぜひよろしくお願いいたします。

ぜひ一度お立ち寄りください。